こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの体使いの常識革命ということで、ゆる体操というものが紹介されているわけなんですが、これは身体意識と身体感覚の違いというものが何なのかというところから説明されており、そしてその人間の立つという根本的なものについて書かれています。でその立つということと、まあ、要は体を使うということとその脳の関係、どのようにすればその立つというものの精度をよりいい立ち方ができるかというような具体的な方法が書かれていまして、まあ、そのため の, その方法論としてゆる体操というものが紹介されています。でこれをやることで、この実際にその脳にも働きかけるということができますので、その簡単なゆる体操というもので体の能力を、アップし人生を良くする、そういうことが書かれていまして、まあ、普通スポーツをされている方からされていない方まで、非常に役立つ内容が書かれているのではないかなと感じました。ご興味のある方はぜひ読んでみてください。以上です。